くっついたり。気持ちいい。大きくかけるの。どうですか。09、09、16、16。イエス。できた。できたー。お願いします。はい、お願いします。ご無理もちろんお願いします。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。私たちは今どこにいるでしょうか。じゃじゃん。今日から始まったカラフィナウィーク in 渋谷ということで渋谷に今いるんですけれども、今日は内覧会ということで朝からカラフィナエデンの方に行って初めて中を見てきて、そうなんですよ。衣装の展示とかもすごいなんかね、もうめっちゃ近くで見れるぐらいのあのディスプレイの仕方だったので、もう細部まで細かく見てもらえると思うので、ね、もうたくさんの人に見てもらいたいよね。なんかケースに入ってると思ったら入ってなくて、直接生地感とかも分かる感じで、ね、近くで見ると見えるから。あと壁にはみんなからのメッセージが書けるようにボードもあったりとかして、そこの横に 3人のサインとコメントを書いてきました、うん、たくさんの人にね見てもらってね楽しんでもらえる10日間になればなということで、今日はそんな私たちに今回コラボしているいろんなところ、はい、今までお世話になったアニメートさんとかいろんなところにご挨拶して回っていくというそんな一日です。歩いてるところに自分たちのこんなに、ね、大々的に宣伝してもらえるなんて。じゃあこれ持って撮りますか。これ、はい、はい、大きいボードです。飾っておきたいと思います。よろしく大聖堂書店さん、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、初めて入ります。初の渋谷アニメイトさん、はい、イエイ。いつもお世話になっております。入らせていただきます。あ、おー、今までのもすごい、ありがとうございます。あ、ここはここでいい、うん、OK、ありがとうね。9、16、ありがとうございました。また明後日よろしくお願いしますね。ありがとうございました。失礼します。
あるのです。ああ、え、え、この焼き時間がすごい。あ、サンプルはこちら。これがさ、コップに書いてもらうのすごく夢だったので嬉しい。これいいです。書いてみようのかい。はい、座ってみようか。なにこれ、あ、コップ書けるの。できた。あなたに私の全てを知ってもらいたいから。あれ、あれだよ、そこだから。ね、見て見て、おかしいね。あ、ごめん、聞いてない、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。通勤に遊びに、ライブに、どこにでも連れて行って。使いやすいから。からカレンダーのポップです。毎月カラビナを見つめてください。今年の10月から使います。そしてスケジュールもたくさん書き込めます。はい、いいと思います。それで、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またもよろしくお願いします。資料ご通行中の皆さん、突然ですがカラビナです。今日はここでサプライズということで、明日発売になる私たちのサードアルバムアフターエデンから1曲をお届けします。聴いてください、エデン。カラフィナウィークイン渋谷の、まずカラフィナカフェの、突撃レポートインタビューしたいなということで、はい、今やってきたんですけども、やってまいりました。さあ、どこから参りましょうか。どうぞ、回ってます。はい、こんにちは、レポーターの若菜です。本日9月22日ですね、私は今カラフィナウィークイン渋谷が開催中の渋谷パルコにあるカラフィナカフェに来ています。お客さんがいらっしゃいます。ありがとうございます。女性にお話を伺いたいと思います。こんにちは。可愛らしいピンクの洋服で、けいこちゃんのように髪が長くてパッツンの前髪ですけど、今日は何を召し上がったんでしょうか。私もプリンアラドーソだったんですよ。けいこケーキですね、人気ですね。もしかしてけいこファンですか。まかななんです。あ、そうですか。明日食べようと思っています。ありがとうございます。どうでしたけいこケーキは。キャラメルのソースが甘くて、はいはい、すごいケーキらしいケーキという感じで美味しかったです。あの甘さをすごく彼女を考えていたので、甘すぎず程よい苦味というふうに伺っております。美味しかったです。ありがとうございます。じゃあごゆっくり、はい、お食事を食べましょう。今日はおやつなんですね。ありがとうございます。ごゆっくり、はい、楽しんでいてください。ありがとうございます。女性の方にインタビューしたいと思います。今日はネギトロ丼なんですけれども、はい、気になるメニューってありますか。実は
冷やし中華が見た時に、はい、なんかちょっと何もかけてなくておって思ったんですけど、実はまだ今年食べてないんで、このまだまだ食べたいにちょうどいいかなと思って。よかった。いやちょうど光もですね、冷やし中華食べ損ねたということで、それで、あ、じゃあ冷やし中華夏食べれなかった人用に作ろうかなと思って、はい、でもカフェで冷やし中華って出せるのかなと思って、こうズルズルズルっていうあの音はカフェに合うのかなと思ってちょっと悩んだんですけど、そう言ってもらえてとても嬉しいでございます。すごい長いしすぎました。恥ずかしい。そうですよね、ゆっくり食べてください。はい、それでは以上稽古レポートでした。ありがとうございました。で今回カラフィナのメニュー、はい、前のメニューの復刻と新しいメニューができたんですけど、はい、なんか一番作るのが難しかったのってあります？難しいっていうか、さ、工程が多いのはあのケコサマランチが。そうですよね、結構ケコサマランチはでも一番好評いただいてたので。お、ケコサマランチ好評だったそうです。はい、じゃあ個人的に作ってて楽しかったものとか。作ってて楽しかったもの、そうですね、ハンバーガーは作ってて私も自分で美味しそうだなと思って。本当ですか？作ってました。よかったです。カラフィナバーガー好評ですね。何、はい、か食べられました？一通り全部。あ、そうですよね。はい、すみません、いただいてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。というわけで、はい、本日9月22日にカラフィナ研修を行われたんですけども、はいはい、多分スタジオとテンションがだいぶ違うと思いますが以上、カラフィナでした。バイバーイ。 ありがとうございます。ありがとうございます。すごい緊張感。すごい緊張した。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ゆっくりしていてくださいね。見てください。9月20日付、ゲスト場第1位。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。はい、カラエデンがどん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 皆さんの手に渡っているということが実感できます。そうだね、はい、嬉しいです。頑張るぞ。ありがとうございます。短い時間ではありますが、ゆっくり店内の方見ていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。お願いします。はい、コレクション入ります。オレンジ券と、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあいろいろちゃんと使ってやってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にね、お疲れ様でした。素晴らしいルーム。店長でした。ね、3日間ご苦労様。ありがとうございました。ありがとうございます。なんでその終わってから。じゃあやれなかったからね。写真は撮ります。はい、あ、皆さん、皆さんどうもありがとうございました。あ、すごい。ありがとう。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。ライブ見に来てくださいね。ありがとう。向こう鍵閉まっちゃった。はい、こっちだった。かっこ悪い。はい、というわけで、はい、カラフィナウィークイン渋谷、全ての行事が終わりました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回はね、あの前回に引き続き、うん、はるこさんとコラボしてカフェもそうだったし、うん、ここ今カラフィナエデンの地下なんですけど、うん、こうやってねカラフィナのショップ、そしてミュージアムをこうやってね作っていただいて、うん、なんか私たちも改めてこうやってカラフィナやってこれてよかったなって思えるような10日間だったなと思うんですけど、うん、
今日は最後はね、まあ、一日店長ということで、そうなんです、一日店長を3回やらせてもらったんだけど、今日が私たちの一日店長最終日で、もうこのカラフィナエデンに来ることも今日で最後なんですね、私たちは、で、明日大阪でイベントがあるんですけど、明日までカラフィナエデンはやっているということで、明日も来るよって言ってくれる人もいれば、大阪見に行くよって言ってくれる人もいて、で、やっぱりアルバムね、聴いてくれた方がもうほとんどで、すごく良かったって言ってくださる方がたくさんいらっしゃって、その言葉がすごく私たちの励みになりました。こうやってね、近くでみんなに言葉をもらえる機会ってなかなかなくて、やっぱりポスターを渡す時間とかサインを書く時間でも少しの時間の中だから、こうやってみんなでね、グッズの話とかもできたり、なんかアフターエデンの話もできて、すごくなんか今までになかった新しい時間をファンの方と過ごすことができて本当に楽しかったです。またやりたいね、こういうのね、すごい楽しかった。これのためにこういろいろ準備したりとか考えたりとか、そういうのもすごく楽しかったし、それをこう実際にやってみて、お客さんと皆さんと一緒にこう楽しめたっていう実感が今回すごくあるから、なんかすごく充実した10日間だったし、今回はパルコさん以外にもヴィレッジヴァンガードさんともコラボさせてもらったりとか、こう新しいことにも挑戦できたので、そういうのがすごくまた次へのステップになったかなと思いますね。ヴィレッジのポップ見たよって言われた方もいたんだけど、どれがお店の人が書いたかカラフィナが書いたか分かんなかったって、なんかうちら頑張ってこう潜り込ませたみたいな、ちょっと似せて書いたりしたじゃん、オレンジのペンとか、なんかね、そうやっていろんなところに行ってくれた方とかもいて嬉しかった。なんかこの10日間がすごく楽しかったよね、アフターエデン発売できて本当に良かったと思います、はい、ということで、まだまだ走り続ける私たちですが、また皆さんよろしくお願いします。待っててください。以上、カラフィナでした。バイバーイ。